本日はしじみほうれん草です、うん、天気は雨予報、はい、さっきまでパラパラ降ってました、うん、全然雨が降らなくなりました。イエイ。動画を撮ろうと思います、はい、しじみほうれん草の動画をお届けします。こんにちは。こんにちは。どう今日はしじみほうれん草ですね、はい、いい感じになってきました。大きくなったね、うん、で、うちは余計なことしておって、はい、米ぬかマルチしてます、はい、ちょっとなんかカビ的な、うん、あったかいからな、うん、まあ、めちゃめちゃ寒くないから、ね、赤いな。なんだほらほんまやな、うん、なんだ、はい、まあこれいつやったっけ、米ぬか12月中旬ぐらいにやったんです、うん、で、まあ、1ヶ月半ぐらいマルチして、すでに大きくなりました。はい、まあ、大体こんなね、カピカピになって、こう表面がこんな感じになるね。おー、すごいね。で、あんまり雑草が生えないっていうのが米ぬかマルチ、ね、うん、いいよね。でね、寒い時限定です、うん、で、ちなみに、うん、もみがらくんたんマルチ、この黒いのね、はい、風で飛ばされました確かに、残ってね、うん、残ってない。で、こっちもみがらマルチ、おう、うん、これも、うん、でも全体的にいい感じやね。そう、もう取らなあかんな、ね、もう今日取ろうよっていう話をしてたんやけど、ママ的にはまだらしくて今日は取りません取りませんっていうか、家の分な。そうそうそう、甘いかどうか食べたいので、はい、で、まあ、過去動画にもね、はい、このほうれん草いろいろあるんで、うん、まあ、それはまた見てもらえばと思うんですけど、はい、一応ここがね、ちじみほうれん草で、10月中頃にセルトレイで種まきをして、はいはいはい、で11月ぐらい中旬ぐらいに植え付けをして、うん、で今ですね、はい、はっ、今年は花粉が早いな、うん、ちょっとね、で11月中旬ぐらいに植え付けたらこんな感じになったんですけど、これはあの後でここら辺がね、株が欠けてたから、うん、12月の中頃ぐらいに植え付けたらこの大きさのさ、はい、すごいね、全然やな、ね、向こうの端の方はやっぱちっちゃいもんな、12月になってから植え付けたからな。11月12月、まあ、大体100日ぐらいやな、はい、うん、やっぱ昼間撮るといろんな車やら工場やらうるさいの、ね、バイクやら、ね、まあまあ気にせず、はい、でもうここな、そろそろほんま収穫してだんだんいい感じやね、いい感じやねんけど、うん、あ、もう取りたいんやけどな、うん、まあ、ちょっとこの間の1個この辺、そうね、間引きっていう感じで、うん、うちで食べるんやったらこんなん1個2個あったらええんちゃう。あ、変な切り方した、うんうん、もったいない、これ持って帰ろう、ね、まあ、でも美味しそう、うん、これと、うん、もう1個ぐらいあったらうちで食べる分十分ちゃうの。このでっかいの乗ってんのいく、うん、どれ、これか、そうそうそう、うん、下の方かっけ、うん、これやったらさ、2つ入れたらもう、ね、ほら、十分じゃない、すごいね、これでボリューミーやろ、商品化的にはな、いいんじゃないいやいや、今縮みほうれん草誰か出してん、1人出してるかな、うん、いくらぐらい出してん。200円。あ、200円か、もっと高く売ればいいそう、ちょっとな、ほら、ぬか裏側はぬか、ここほら、あの鳥がさ、はいはいはい、ぬか巻いた後、スズメがチュンチュクチュンチュク回ってたからさちょっとぬかが当たってなんかカビ生えてるけど、うん、まあ、こういうのもなりますな、まあ、たまにはね、うん、たまにはね、うん、ということで、米ぬかマルチでほうれん草ええ感じにできております、うん、で、まあ、ここからうちはね2月に入ってずっと、まあこんだけぐらいのもんやから知れてるんやけど、うん、どうせちょっとずつしか用途ないやろ。そうやな、これだって2つで1袋ということはさ、まあ、ちっちゃいのは3つで1袋やろ、うん、ってことは1、2、3、4、5、6 だってもうその辺まで行ったらもう20袋ぐらいになるやん、うん、1日20袋とか50袋ぐらい売る。50は多いか、まあ1日2、30でとかやろどうせ、うん、ちまちまと、ほんならもう売れるぐらいで、うん、バレンタインデーぐらいで全部取り終わるぐらい、そういうこと、まあ、それぐらいのんびりやってりゃええと思うね、うんうん、まあね、一応こんな感じで、はい、しじみほうれん草ですね、この葉っぱも持って帰ります、はい、うちは食べたいと思います。よいしょ、まあこれはちょっと置いとくわな、はい、車に積んどくわ。お、
まあちょっとねここからはまあおまけというか、はい、ここはひまわり畑やったんですよ。あ、もともとね。なのでほらひまわりや、ひまわりや。これな、これ枯れるか思ったけどな、寒さで、うん、そんなに寒くないんやね。そういうことやね。うん、でその前ね、あほらひまわり発芽してるやん。ね、うん、でその前あのネモフィラを植えたのよ、はい、ここね、いっぱいネモフィラ生えてきて。これそうか、これネモフィラやね。これちょっとあのよいしょ、これあれや、なんかポットかなんかに移してさ、うん、移植したらいいんじゃない。っていうかこれポットにして植えて売ればいいんじゃない、ネモフィラの苗で。どっか電話館とかで。あ、そう、うん、売れへんか、わからん。いいんじゃない、できひんかな。うん、もうここのなチャンネル的には野菜の栽培チャンネルだから、ね、あんまり、うん、お花はね、お花は関係ないかもしれんけど、これなネモフィラの苗って高かったね、100円ぐらいで。あ、そうだね、売ってた、ちゃんと買ったよね、うち買ったから、うん、だからこれあれじゃない、もうだって食べ物じゃないから何でもいいやろ、要は。まあね。これポットに植え付けて、うん、1個50円とかで売ればいい。50円で、うん、うん、なんか売れそうな気するよ。相当やな。なあ、ええんじゃないこれ。去年だってな、え、何月頃、2月頃買ったんやったっけ、うん、花咲くのはこれ5月頃やったっけ、うん、なあそんな感じやんな、うん、3月頃か、3月ちょっと暖かかったかな、うん、2月か3月ぐらいに買ったんですよな、うん、だからちょうどいいんじゃない、小遣い稼ぎにネモフィラできへんかな。まあそれはさておきな、はい、これ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 、それなんや、これ菜の花や、うん、これ昔作ったやろ。そうね、もう何年前。あ、そうだね、5年前、4年前ぐらい作ったやろ、うん、種が残った、抜け落ちてた、種が残ってるんやろ、時々生えてくるもんね、すごいね。ボロボロになった。、うん、ここもネモフィラ生えてるし、すごいいっぱい。ネモフィラの苗作れへん、うん、そんなやってる暇ないか、うん、ちょっとでも取ってさ、ポットにしてさ、こんなんあれやで、家にちっちゃなポットにさ、うん、バーッと土詰めて持ってきといてさ、一個ずつ刺していったよね、うん、あかんかな、おおやる気ないなお前、うん、やってるもあるかと思って、え、何やってるもあるかと思って、うん、でもなんかもったいないやん。まあね、うん、なんか欲しい人いたらって前にも言ったけど、欲しい人はいないみたいなんで。あの辺なんかすごいことになってんで、よいしょ、ほらすげえな、うん、ここもほら、ここすごいやん、集まり、いかんでも飲まれてしまうぐらいや、そうそうそう、ネモフィラに負けそうね、最近流行ってるやん、ネモフィラな、うん、うん、これやっぱりちっちゃいな、ちっちゃいね、まあでも最終的にこれ以上そんなに大きくならないと思うから、あ、そう、こうある程度大きくなったらペンペン取っていったらいいね。そうだね、うん、で3月巻きに間に合うような感じでさ、ほうれん草、うん、あ、ほうれん草もう一回行くんか、もう一回ほうれん草行くん。それは冗談やけど、うん、反対側でほうれん草行ってもいいな、あ、向こう側ね、うん、春巻きほうれん草、春巻きほうれん草言っても餃子とか春巻きの春巻きじゃございませんよ、うん、ほらネモフィラすごいよ、この辺もいっぱいやね、やっぱ種いっぱい落ちてたんやな、ね、すごいね、うん、ここらはほら12月植え付けやからだいぶ小さいわ、この頃はね、うん、どうやろうな、寒さ的にはな、強烈に霜、まあ何回か凍ってるけどな、そうやな、強烈に霜に当たってるっていうわけでもないもんな、うん、まあちょっと家で食べてみてどんな味するかな、うん、これさつまいも、ここらも結構大きいな、大きいね、うん、順次取っていきましょう、うん、取っていこう取っていこう、もうほんまあっちのセロリがさ、あと1週間で終わるやろ、そう、うん、1週間もあるかなっていうぐらい、そうそう、うん、もうほうれん草も買わんとこっちから取っていけばいいの、うん、そうするわ、うん、だからほうれん草わざわざ仕入れて売る必要ないわ、もったいない、うん、やっぱうちはチヂミほうれん草やな、そうやな、何がいいってさ、あのさっきも言ったけど2株で1袋になるっていう、 そうね、それがいいよね、ほんで今年のねほうれん草はね、石灰窒素を撒いて、うん、土を作って、で石灰窒素を巻いた上にさらに苦土石灰巻いて、で肥料も入れて、うん、で土作りして、うん、
それが良かったよな。全然黄色くなれへん。ほうれん草にとってはいい感じ。もうアルカリってるんやろな。アルカリってる。アルカリがたくさん、アルカリー言うてるやな。実はね、はい、今日はチヂミほうれん草が大きくできましたと、うん、米ぬかマルチでうまくできましたと、収穫しましたと、うん、で持って帰りますというだけの動画なので、うん、結構あの関係のない話を、まあまあまあ、はい、突っ込んでおります、はい。あとほうれん草といえばね、はい、知ってる、このチヂミほうれん草ってなんでこんなほうれん草になったか。どういうこと。俺がね、八百屋さんになった頃、だから20代30年ぐらい前、うん、まあ、こんなほうれん草なかった。ほう、ないというか売り出してなかった、うん、で岩手やったかな、群馬やったかな、なんか東北の方よ、うん、に、ほうれん草をね、こう栽培してる農家が冬になったらもうこんな風になるから、うん、もう出荷してなかったよ、これほうれん草で。自分らが美味しいからって食べてたん、うん、それを見つけたん、いつぐらいかな、2000年ぐらいかな、もうちょっと前かな、うんうん、にあのどっかの市場のバイヤーさんかなんか知らんけど見つけて、うん、そんな美味しいんやったら食べさせてってことで食べたら美味しいわけよ、うん、もうこれ売ったらええやんってなって、このチヂミほうれん草を言うて、こんなでっかい袋、うん、で産地的には岩手とかさ、群馬が多いよね、はい、うん、あのそういう形ので、始まったほうれん草やな。結構あの教科書通りのうんちくも知ってるね、豆知識情報、知識、ね、で石灰窒素を玉ねぎに追試してたらあかんっていうのも知ってない、そう、枯れますから。まあだから、あの、なんちゅうかな、ピョンってピョン立ちするほうれん草やったら、はい、あのやっぱり これぐらいの幅で何個も巻かなあかんやん、うんうんうん、で間引きもせなあかんし、で芽も出にくかったりするやん、ね、これやったらもう幅広いから植え付けが可能なのよ、そう、ね、でみーさ、ほらな、初めに植えたこの感覚、はい、なママが植えたんだじゃん、ちょっと広すぎるっていうことで、うん、後でパパが足したこの感覚、ね、でそれで全然植えられるやん、うん、しかもそこから生えてくるこのひまわり、ね、そうね、さらにネモフィラみたいなさ。すごい根性やな、うん、で雑草今年少ないね、少ないね、うん、上手にやってるよ、雑草管理は。 あっちのタアサイのとこと比べたら全然いいよね。まあ、ほうれん草はまあうんちく的にはそんな感じやけど、うん、どうせ栽培するんならな、もう、まあ、うちの、動画を見てくれてて、ずっと見てくれてる人は実は気づいてるはずなんですけど、うん、私が植え付ける、ほっとく、収穫する、横着栽培って言ってるのは栽培が簡単な野菜ばかりなんです、はい、でこれはちょっとはそりゃ肥料とかの配合はテクニックいるね、うん、でも普通のほうれん草よりも実は簡単なんです。で普通のほうれん草っていうのは高さがいるんよ、はいはいはい、ね、だから、まあ、あの普通に売ってるほうれん草でもなんじゃかんじゃ言って30センチぐらいあるわけ、25センチから30センチぐらいの長さがあるわけ、うん、その長さにしよう思ったら実はもっと長いのこれ。知ってる？確かに確かに、縮みほうれん草よりもっと長く作らなあかんのよ、うん、だからそれはなかなか難しい。でも縮みほうれん草は縮んでる上にこんだけ、普通のほうれん草やったらすんたらずぐらいの大きさでもすで、うん、にもう一人前というかすごい大きく感じる、うん、ね、だから野菜作りを楽しむポイントは簡単な野菜を作るです、はい、簡単です、どちらかというと。で縮みほうれん草やからはっきり言ってこれくらいのサイズでも、うん、この普通のほうれん草やったらカスやで、これ。そうやな。でも縮みほうれん草これくらいのサイズでもまあ縮みやからええかって、そう、ね、ね、袋の中足したりして売ってもできる、うん、別に変じゃないわけ、ね、この辺が秘訣です な、まあ、ということでね、はい、宇宙のチヂミほうれん草はとってもいい感じに、うん、ね、ネモフィラもいい感じに、でひまわりもなんかわからんけど枯れずに生えているという、うん、暖冬だな、だな、うん、まあ、簡単な野菜を作った方が、あの野菜作りは楽しいというアドバイスプラス、うん、いいほうれん草ができたでしょっていう自慢話でした。はい。良い。はい。はい。おしまいでございます。飛行機の飛んでるの。はい。それでは皆さん、さようなら。